ンスリーグチャンピオンですよね。一番軽量です、ね、あなんか遊ばれてないですか、練習だけど。チャンピオン。シーズワーティーズワーティーズワーティー。あおー3問目、自分のちょっと得意なフックで、これ得意なんですよ。これもう勝てなかったら、多分もう何もできない。狙い。いや、無理だったな。腹でかすぎる。いや、はい。ここで次、佐々木さん、日本行きますよね。誰ですか？いや、言ってもいいですけど、多分絶対俺は無理ですよ。レッゴー。すごい。強いね。うちの大将。大将。大将。最初片手でやってもらって、片手じゃ全然話になんないですよ。ケンちゃんほら、ケンちゃんダメダメ。せーの。ダメだね。両手いい？大丈夫大丈夫。オッケー。せーの。おー、ノーノいや、俺両手でも勝てないかと思ったけど。はい。レフトだって。ん？レフト。あ、左？はい。左。いや、右で勝てなかったら左で勝てるわけがないですよね。決めるよ。いいか？戻しますよ。オッケー。いやー、これ片手じゃ無理ですよ。レディーゴー。いいですね。あ、両手いい。あ、左ツールみたいな。あ、全然違います。怪我しちゃうよ、こういう人と腕のやつたら。ね、いや、痛い。あの、ヨコさんほら、俺ちょっと本気出すから、ヨコさんと。え？俺とちょっと勝負しようよ。どっち、右ですか？え、もうすぐはちょっとアップいいですか、私。私今結構弱ってるんですけど。そうですか。はい。ああ、いいっすね。またヨコさんに負けちゃったりしてた。結構あの日ってどのくらい前でしたっけ？いや、コロナと膝痛めて、もうあの本当3週間前まで一切何も筋トレやってないんですよ。3週間前からやってるんです。で、今全身体で筋肉痛ですよ。何にもまだ大丈夫ですか？練習最初アップですか？はい。ちょっと待って。アップってどういうこと？どういうことって。いや、こうやってやんのかなと思ったら、いや、そうですよ、よくやったよ、佐々木さん。アップ。ここ痛い。いいですよ。アップ、よいしょ。よっ、はい、ね、アップで本気出してない。出してないよ。はい、鈴木さん、おっ、アップちゃう。アップで本気出しすぎでしょ。だよ。もうちょっとこう腕を鍛えたからじゃないとダメですね。いいっしょ。いや、もうまた始まった。また始まりました。いやいや、ほら、そういうテクニックとか見て学ぼうと思っても、やっぱなかなかできないじゃん。いいですよ。せーの、よいしょ。今のやり方でいいの？今のやり方。わかりました、わかりました。せーの。よいしょ。はい。よいしょ。いきます。はい、それ。レッドゴー。よし。いや、手首が強いわ。ここが痛い。はい。おお、いや。ああ。少ない。この。ああ。すごい。え、今のわざででしょ？いや、でもこれやっぱこう普通の筋トレやってもアームレスリング選手とは勝てないよ。
やっぱこう、アングル組み用のこう練習しなきゃダメってことですね。で、まず私が勝ちました。はい。で、次は会ってまた勝負に勝負しました。いや、次勝負するのは、旦那さんに、ちょっとアームレスリング1ヶ月か2ヶ月のそのトレーニング法を教えてもらって、それからやりましょうって言ったじゃないですか。確かに。今日いきなりまたそれさ、あの曲げ物に手首痛めちゃったよ。でもこれ男らしくないね、言い訳ばっかしてたらね。男らしくない。でもあの本当このトレあのアームレスリングが強くなる方法をまずトレーニングの仕方を教えて。あ、じゃあ今日ね。そうそう。主にみんなこればっかですか。トレーニング、みんなバラバラなんじゃないですか。これ別にベンチやったから強くなるわけじゃない、そうやってアームレスリングは。みんななんかこう、なんかみんなこうダンベルこう引っ張ったりとか見てると、みんな腕と体が勝手にもう完全に一体化してるもんね。そうですよね。俺の場合はもうあの腕だけじゃないですか。体使ってないですもんね。いや、結構強い人、強いですよね。内山さん、ボクシングの内山さん、はい、めっちゃ強かったです。あ、そうですか。はい、結構やんないですからね。ちょっと俺の、あの、やりやすいようにちょっとやらせてもらっていいですか。やりやすい、ようかどうしよう、はい、いやいやいや、だからこれの体勢でお願いしますよ。この体勢で、はい、いいっすか。ちょっとなんか、ちょっとなんか、いや、どうしようしようみたいな。いやいや、いや、そんなことないですよ。いいっすか。このここに持っていくのが大変ですよね。そうなんです。そう。要はそれを持っていかせないとこういうふうにしてるから。そうですよね。こうされちゃうと。入ればいいんです。これ。簡単に言うと、入った時は結構腕相撲やってたからいいけど、いいっすか。これですよ。これ外れたらダメなんだね。手首が入っちゃう。じゃあ これフック入れますか。フックで負けたら本当の俺の負けですよ。何、どういうこと。だってさっき言ったじゃん、あの外国人やった時もフックでダメだったらもう完全に俺の負けやって言ったから、俺もフックで負けたら完全に俺の負けですよ。ヨーコさん、ヨーコだってフックじゃないの。ヨーコこっちは。え、じゃあ初めからこうやって素人素人こうやって入ってるってこと。そうやめし、ちょっとこれじゃ高いな。どうですか。いいっすよ。これパーンだもん。やっぱ俺が練習してくれば俺の方が強い。じゃあこれパワーだね。これどこの力ですか。パワーもうパワーですよ。完全にパワー、腕の。だからあのもうやっぱ男ってことですよ。そこは下がります。よかった、男として認めてもらえて。これで俺もしかしてちょっと練習すれば強くなるんじゃないですか。これ入れれば強くなりますよ。これただこの入り方、今日いや入れてもこういう状態だったらまずいですもんね。入った瞬間にこうなんないと。いいでしょ。すごい。今日は疲れ入れてますよ。ダメだもんね。ちょっと待ってください。めちゃめちゃ強い。やった。誰かアームレスラーってやった。いやいや、アームレスラーでもここ痛いですよ。あ、そうすぐ痛くなりますよね。さあこれ教えてもらえばいいんじゃない、ここでフック。そうですね。はい、どうやって入るか教えてくださいよ。これ素人でも、はい、こう素人同士が練習してもこう強くなれる方法。あ、素人同士で勝つ方法。勝つ方法じゃ、素人同士でも、うん、ほら今自分がプロじゃないですか。あ、はいはい、この練習一緒にできるけど、この素人同士でも簡単にフック練習できるようなやり方。ああ、素人同士。あの釣りを噛んでこそ。でも、佐々木さんできてますよ、監督に。そうですか。普通勝てないんですよ。そうですか。いや、でも私弱いんですよ。あれ、らしくないですね。フックでも強い。普通は勝てないです。本当ですか。ちょっと軽く。はい。どう肩入ったらめちゃめちゃ強い。そうですか。いや、でもここもめちゃくちゃ痛い。痛い、ここ。入りましたね。なんとか、スローリングシステムです。もうめちゃくちゃ痛いです。ラップじゃなきゃできない。形に入ったらめっちゃ強いです。肩が。そうですか。はい。最初あんまり力抜けてるんで、はい、いかにこの肩を近づけるかで、あ、そうですか。はい。お願いします。せーの。お願いします。で、もっと、リフト。あ、もっと。あ、もう、ここまで曲げたんで。あ、そう、あ、もう一球。めちゃくちゃそうだった。あ、なるほど。いや、でも、
これ歌い痛めますね。あ、急にやったらね。そうですね、はい、めちゃくちゃ痛い。 あんまりやらない。 My arm, 5 days。 ここからグンっていってたんですね。これこうやってやったら絶対ダメです。あ、ダメです。弱いです。みんなフック入れるようにするんですね、はい。でここもそうですが、あの腕相撲、普通の台でやるときも多分、はい、甘いから多分ちょっと力入れてもらっていいですか。よいしょ。入ったら分かりますか。いやいやいや、これみんな痛くなんないんですか。いや、痛いです最初は。もうすごい慣れてくると痛くない。だいぶマシになります。うん、これ懸垂やるときに YouTube とかで見たあのアームレスリング あの世界2位の人はずっとこうやってやってるんですか。それもいいんですか。あ、そう、こう伸ばすより、はい、腕相撲に近い状態で使うことで。なるほどですね。ありがとうございます。まあ今日はヨコさんに勝ったからね。何今日勝って関係ないでしょ今日は。ちょっと待って、フックじゃなくてもう普通にやってもいいですよ。もう伝授してもらったから。もう伝授してもらったから。でも違う、だって最初のセットアップでヨコが勝つんです。これ、あ、なるほど。これがまずもうできないんですよ。あ、これが一番大事なのか。初めにセットアップです。嫌でしょ。なるほどね。ここからこの状態に持っていけないんだよ。いやいやいや、いいですよ。じゃあちょっと一回ちょっとやってみますか。いいですよ。よいしょ。ああ、持っていけない。持っていけない、持っていけない。この状態に持っていけない。そこなんですよ。いや、なんか悔しいな。やればやるほど悔しいんだけど。ここ手首強いでしょ今。でも私1ヶ月何もやってないんですよ。いや、やっぱこうこの間骨折ったから。でも世界行った人と行ってない人違いますよ。最近あの何ていうんですか、ラップがあるじゃないですか。いや本当に。俺だって今リングは今全然弱いですけどね。本当ですか。いや、ここ痛いですね。はい、ただやってみ。あ、そうか、あの、むちちやってるから。左も強いですか。私、めっちゃ弱いです。左やってみますよ。この間、左やって勝ったじゃないですか。え、ヨコが。そうですよ。右、左も、みんな結局この間一緒にやろうと思うが、右負けたからみんな左やりますかって、弱いって言ってみんなよしって言ったけど、みんな負けてたじゃないですか。いや、もうあの、握りで相手にこう、勝つ気を起こさせないもんね。いいでしょ。これは体重ですもんね。そうそうそう。いや、これは相当練習しなきゃダメですね。じゃあ左ちょっとフックでやってみようか。左、俺ほんと左ね、全然力ないんです。左手は私もないんです。いいですよ。これいけるかも。左腕全然ダメですね。鍛えないですよ。やればやるほど悔しくなるね。よし。まあでも今日はあの練習の仕方を教えてもらったから、これから練習してもう一回。何ヶ月後に勝負します。ちょっと焦りすぎですよね。何か私が。そうですよ、まあ、あのもう52歳にもなってるから筋肉が目覚めるの遅いんですよ。もう目覚めさせて、渡辺君に行きましょう。あれ、先生が会場まで元気ですか。元気なんで、元気のうちに行きましょう。ね、渡辺君行って、アブレスリング勝負する。違う、会長怒ったよ。違う、これ練習行きましょうよ。あ、いいですよ。一緒に。いつ行きますか。いや、うちでも、私もあれ、場所変わったんですよね、会長のジム。新婚の。いや、変わったんですよ。船堀の小松川。変わったんです。ちょっとそうですよね。前なんかこうビールの3階か4階だったんですもんね。あ、会長知ってるんですか。はい、いや、自分行ったことありますから。あ、そうなんですか。はい、自分はあの26ぐらいの時に半年間毎日通ったんです。すごい。あんな鬼の修行のとこ耐えれたんですか。だから会長が途中で俺の練習が、はい、あの、あまりにも俺が練習って言って、はい、今日は来なくていいよって言われた。そこまで。会長に行ったら必ずね、あの会長にびっちり2時間見てもらう、はい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 、で、あのうちら行くと7、8人ぐらいで行くから、富士港に来て、はい、毎日行ってたから。で、あの会長になんかこうどっかのスパーリング大会に出て
プロ目指せ。いや会長でも俺プロいいよ、お前俺が会長だからすぐプロにしてやるって。で試合出るって1週間後にパクられてもうやんなくなった。パクられて。あんまりやすいもんね。近く。何楽しくない。楽しくないね。よく世界取れたね。これだけしか世界取れないから取ったんです。本当だったらこっちで、こっちをもう少し真剣にやってれば、ちゃんとエンさんに鍛えてもらってやってれば、私はこっちであのベルトを取れたなと思うんですけど、やっぱ遊びが楽しくて、遊びながらこれってできるから、それでこっちだったらまだ世界取れると思ったんで。だけど確かにアームレスリングでみんなで飲み会やっても負けてもみんななんとも思ってないですからね。でこっち側がやりがいあるじゃないですか。もう確かにね、こっちで負けたらみんな悔しいけど、こっちで負けてもね、いや俺も入れるが強かったけどな。やっぱりそれでこれで食べれる人いないですからね。そうですね。スポンサーついてワンマッチぐらいの人だったら食べれる。日本人はちょっとないです。そうですね。